こんにちは日本の皆さん。アスペクト比が4対3の画面で16対9の映像を見る場合、画面全体の 25% を黒みが占めることになります。その映像を見ている間、無意識にその 25% の黒みも見続けていることになるのです。私の理論ではその行為に意味は全く存在しません。あなたの可能性、インテル入ってる。16対9の衝撃、アスパイア6920デビュー、エイサー。ではまた。